こうスポーツアロマと、まあ、いわゆるリラクゼーションアロマの違いを上原先生に体験してもらおうということで、いや、ごめんね、ここで置くんですよ。あれあーあーちょっと今から置きます。はい、どうも、世界一のセラピスト川上拓人です。今日は軽部さんと僕の施術のこうスポーツアロマと、まあ、いわゆるリラクゼーションアロマの違いを上原先生に体験してもらおうということで、実際に、はい、上原先生と軽部先生と3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あの、軽部さんの経歴だとか上原先生のチャンネルとかで、あのすごい苦労秘話とかあのいろんなのがありますので、概要欄に載せてますので、ぜひ皆さん上原先生のチャンネルと、あの前の動画もぜひチェックしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はスポーツアロマ、いや対世界一と戦うのは超プレッシャーですね。いやメダルの母なんでなんか先生がオイル取ると私まで取らないどんどんオイル取れちゃうどんビッタビタになっちゃうんですよ、ね、じゃあやってみましょうか。はい、まずのオイル取るからですよね。はい、じゃあここで足の裏も入るんですね。はい、これ腎臓尿道膀胱と膀胱と腎臓尿管で、この時指の前側と、はい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 、1個ずつをしっかりちょっと変わらない。痛いですか先生？痛くないです。じゃあ僕寝不足ですかね。頭指の頭がやるので、ああ、ね、この左右同時にやられるそして左右全然違う。それでいて左右ともトップレベル、業界トップレベル。いや全然ですよ。本当はね、順番僕違うんです。はい、ちょっと同じような心境。そうですね。ごめんね、ここで置くんですよ。あれ。失礼しました。あれ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 。全員かかっちゃったな。かかっちゃいました。ここでうちここで足の裏やりますね。ああ、足の裏。出た。二人ともカメラに背中を向けるという。大丈夫ですよ。ロゴがあります。ロゴ、僕ロゴないんでちょっと顔だけ。ここら辺がアーチ、腰なんでね。おお。やっぱりアスリストは腰が疲れてる方多いんで。アーチは腰。はい、ここがアーチ、腰なんですよね。おお。あっ。あっ。この辺肩なんですけど、先生肩凝ってるのかな？いや、確かに僕もこっちやってる時肩来てましたね。ねこれちょっと面白いですね。これ面白いですね。面白いですね。僕も見ながらやってるんで、おお、この手技あるぞって言ったら同じようなやつをやる。お、あるぞ。すごいわこれは。インスタライブで流したい。いや確かに。これインスタライブはそうですね。アワンごと持ってきてくれて。わおふしゃい。そこで先生はそれを受けるんですね。そうですね。私はね、腕は後ですね。あ、最後にいるんですね。はい、こちらは今めちゃくちゃですけどさあ、皆さんこんばんは。すごい絵面です。なんか嫌だ。すごい絵面ですよ。今日はすごいですよ。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。職人対決。職人対決。私はですね、もはや裁かれてる気分ですね。魚で言ったら調理されてるという状況ですが、皆さん見えるかな。見たいよね。僕よりもここが見たいはず。先生すいません、はい、しますね。じゃあ僕も来てそれで結構股関節が死んじゃうんですね。それで結構やばいやつです。やってみてもいいですよ。両足って多分よっぽど柔らかくないとできないと思いますよ。あ、そうですか、うん、これね、肘ではない腕。カルデ先生のテクニックは、あー声が、上原先生の声が、そう、あーそんな、痛いみたいじゃないですか。あー やめてください、こっちのセリフ。あーあー、効きますね。ここ、大腿筋膜張筋を通っていただきたいね。大体筋膜張筋世界一好きでございました。そうなんですか。はい、それは良かった。ファンクラブを作りたいぐらいなんですけど、軽部先生と川上拓人君の施術を同時に受けるという、なんという、よく考えればもったいない。先生の方がこうやってどうぞ、はい、どうぞどうぞ。なんか寿司と焼肉を同時に食べてる感じ。なんかどうせだったら分けたいみたいな、一個一個味わいたいっていうような感じですね。
すごいな。何が違うかっていうとスピード感が。そうですね、僕もちょっと今スピードアロマにマッチして速くなってます。本当はもっと遅いです。本当はもっとリラクゼーションだと遅いですけど。いや、このスピードで結構速いですよね。120分、150分したら相当効果で、でかいですね。あ、それ僕もやります。いいっすよね。あ、これ気持ちいいですね。いや嬉しい、なんか主義が一緒だと嬉しいですね。なんかコルベさんと一緒だみたいな。でも先生90分ですよね、普通大体。いや、まあ90か120が一番多いですね、で出るので言うと。じゃあ時間が制限が売ってないので全身いくらなんですよ。時間ないですか。わかんないですか。だからその人の体に合わせてなので、まあ、基本90分から120分って言ってるんですけど、はいはい、150になることも過去に最高3時間かかってたすごい体調次第で。そうそうそう、はい、僕よく見ていただくと軽部さん手袋してるの皆さん見えます。手袋してるんですよ。で今日ぜひやってみてください。初体験で手袋をしてトリートメント。一回ちょっと拭いた方が良くないですか。あ、そうですね、中で滑っちゃうから。いや、うん、そうなんですよね。皆さん手袋をしてトリートメントってしたことあります？アロマで。ないと思うんですよ、ね。なかなかね、手袋売ってないからやりにくいと思う。しかもこれあれですよね、すごいオーダーのサイクルジャージで作ってる。サイクルジャージで、プロの人が乾燥乾燥台ですね。乾燥って感じですよね。やっぱ一応ワンサイズしか作ってる。よっぽど大きい生徒の大きい生徒さん以外はこれで。あ、これでいけるってことですね。しか、てかこれしか作ってない。ぴったりです。ぴったりです。サッペ先生ぴったりです。ぴったりです。で、これにプラスチックの道具で、ゴムは精油で溶けてもダメなんですよ。なんかオペ感が出ます。ちょっと今からオペがすごい。ありますよね、こうやってギューってやつ見てたんですよね。昔だったでしょ、そうなって。ちょっと今上原先生をこれからオペするんで。オペです。解剖先生を解剖するんで。いやすごい絵面だなこれは。すごいな。じゃあ僕もちょっとなんかスナイパー感が出てるもんね。今からやりますよ。キュッキュッとしていただいてね。そうですね、こうこれなんか確かに手袋するとやるぞって感じ出ますね。それとね、ギリギリがね、勇気が。あ、ギリギリを、ギリギリを攻めれるってことですね。そう、ギリギリ攻めなきゃいけないので、私たちやっぱり恥骨、尾骨もやるぞ。あ、恥骨、尾骨も攻めて。じゃあ、今日は上原先生の恥骨、尾骨も。恥骨と尾骨両方。いや、今日もほら、私実は選手が運動士になって、ちょっと行ってきたんですけど、はいはい、もう、恥骨、尾骨攻めは。攻め。あ、してこ、うん。尾骨、恥骨。自転車選手って常にやっぱり尾骨当たってるから硬くなるんですよ。あとやっぱり腰とかぎっくり腰になると恥骨緩めるとやっぱり腰緩むので、腰痛い時に腰いじれない方がいいかなと思って。初の手袋トリートメントです。オペだ。始まりますよ。なんか新しいものに興奮してます。いや、そう興奮してます。いや、だってこれ先生そんなに使ってます。大丈夫よ、多分今ついてるじゃん。だから手に感覚なかったね。オイルがついてないかみたいな。なんかタクト先生もこう初心者になって面白い。いや初心者、いや本当になんか分かんないですもん。じゃあちょっと今初手袋マッサージ。多分使うと多すぎると思う。本当。あ、すごいすごいすごい。ちょっとオイル多すぎですよね。多いですね、今滑ってます。で、その感覚は分かんないです。手で普通だったら滑り具合とかって感覚あるんですけど。はいはい、どうですか、タクトさん。いや、なんかの滑りますね。でもこれね、多すぎ。多すぎますよね。あ、ごめんなさい。ちょっと手の感覚ないから、オイルの量の感覚が分かんないですね。そう、多分ね、最初で分かんないから。じゃあこれぐらいで。あー、なるほど。それで、逆にこう、筋肉とかグッと掴みやすくなるんですよ。手、汗かかないから。あー、はい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 。オイルの感覚がやっぱ一瞬分かんないから、どんだけ入れていいか、ちょっと一瞬分かんなくなりますね。多すぎない方が筋肉掴めますね。掴めるんですね。私なんかは硬いとことかあったら重ねてオイルに塗ったりはしてますね。ああ、重ねて、うん、それこそ今ちょっとジェルいっちゃった方がいいですか。あ、入れます。入れましょうか。あ、ジェルの感覚を体験してみたい。そうです、ジェルの感覚を体験してみたいです、はいはい、感覚ないですけどね。でもいや、全然オイルとの差は分かります。アスペリ具合で、はい、じゃあ皆さん、スーパーマジックジェルでしたっけ。ミラクルマッサージ。ミラクルマッサージ。すいません、ベタなのていうか、全然違うじゃないですか。スーパーでなんでもないんですけど。ちょっと違いますね。やっぱ違う、これ。やっぱ違います。何これ。気持ちいいよね。トゥルトゥルってジェル、ね、トゥルってしますね。なってるんですよ。これはでも手で分かりますね、感覚は、うん。オイルにジェルを混ぜてるんですよね。そうですね。そういうことですよね。上から塗ってるんですけど。全然違うわ、これは。あ、でも確かに。これでも、受けてほしい、これ。
受けに来てください。うわー、なんか寿司と焼肉と今度はすき焼きが出てきたみたいな。もうなんかすごいわこれは。いや、いいっすねこれ。なんかやりやすいですか。やりやすいです。あのぬるんっていく感じがある。はいはい、なんかチュルンって感じですよね。そうですそうです。なんか不思議な初めての感覚に近い、ね。ああ、やっぱりやってる方もそうですね。でもジェルでもオイルとも違うし。そう、だから先生と主義似てるんだけど、うちはそれに一ひねり圧をかけてる感じです。はい、だから差は主義としてそんな差はないと思うんですけど、先生のの方がこうなんていうんですかね、なんていうのかな。表面でこうね、優しいじゃないですか。はいはい、ではそこにねじれを入れるみたいな。ああ、と親指を例えばこういうところにグッと圧を入れてはいはい入れて、あ、そうですね、こっちの主義ですね、うん、同じニーディングだと思うんですけど、うん、そういうちょっと、うん、ああ、そうですね、僕もニーディングは2種類あって、これ表面で絞るんですけど、はいはい、縦切りですね。ここで同じように深いところの筋肉持ってきて、ここで充熱するっていう、うんうん、うちは特に充熱の方が多いです、ね、あ、多いですか。やっぱり筋肉を緩めたいから、そういうところもこうやってしっかりグッと入れて、入れてねじってこうみたいな。例えばうちはこれは逆にここを握っちゃダメなんです、はい、ここが硬くなっちゃうから、だからうちはこのままで落としてます。こうやると筋肉が硬くなるから、その分ここを使わないで、ここで圧のコントロールを筋肉に合わせて変えてるんですね。だから浅くやるときはこうやるし、入れたいときはこう。そうですよね、入れるときはこうやった方がいいですもんね。僕もなんで背中やるときとかたまにこういう角度、やってますね。そう、角度を変えると硬くなりますもんね。今日帰り足スキップして帰っちゃいましたね。足だけが、で、その分上半身めっちゃ重いっていうね。それが引きずってるからですてか、後ろだけ軽くて前をちょっと重いとか。これでも本当に技術プラスアルファ、本当に技術で最大限やったとしたら、これを使うことでプラスアルファの効果出そうですね。ジェルですか。はい、はい、だと思いますよ、うん、精油が加わってなおかつジェルのパワーが、ジェルも加わるから、いやーでも面白いですね。いや初めて体験です、これ一日中やってる。でも本当にあれって続けられない人っているじゃないですか。多いですね。そうですよね、はい、だからそういう人には新しい選択肢かなと思います。で、男性セラピスト意外と豆あるんですよ。スポーツやってる人、ね、これいいって思いました、ね、うん、ああ、そっか、豆って結構セラピスト多いんです。痛い痛い痛い、豆があってこうカリカリカリって当たっちゃうんですよ、はいはいはい、でやっぱりジム行ってたりスポーツやってたり重いもの持ってたりする人が大体あるんで、うん、これいいですね。いやこれ持ってるんですよね。売ってますけど、まあ男性で手が大きいと入ってるから。ああ、なるほどなるほど、まあ、僕ぐらいのサイズだったらちょうど。なんなら先生男性サイズをオーダーで作りましょう。500ですか。ロット500ですか。はい、ロット500か。ロット2人商売人なんだよ。いやいや商売じゃないでしょ、うち買ってる値段でほぼほぼ売ってますから。そうか、お金の話大好きなんですね。いや、そんなことないですよ。お金の話はタクト先生に任せます。受けた先生はどうでした、手袋ありといます。いや最高でしたね。おお、嬉しいですね。いろんな意味で最高でした。違う施術を同時に一遍に受けるっていうことと、ジェルもあり手袋もあり、途中でよく分かんなくなりましたけど。よく分かんなくなりました。でも本当にすごかったです。思ったよりなんか手袋感ゼロだし、うん、はい、むしろ捉えられてる感からです。筋肉という意味で言うといいかもしれないですね。面白い。僕も初めて手袋で施術させていただいて、まあ、その使用感とかもね、本当に新しいなと思いますし、手のあれで悩んでる人とか、その豆とか悩んでる人には、うん、ね、こう救世主ですね。そうですね、まあ、私もそれがきっかけです、うん、意外ですもんね、うん、なのでそういう人たち の, 救世主になれると思いますので、まあ、ちょっと気になる方は概要欄に軽部、ね、先生のホームページとかいろいろ載せてありますので、ぜひチェックしていただいて、でこの前に上原先生のジェルを使って左右で比べるというのもね、YouTube 上がってますので、ぜひ概要欄から、見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、もしね少しでも面白いなと思ったら、チャンネル登録と高評価、通知ボタン、シェアなどしていただければ、上原先生のチャンネルもぜひさご協力お願いします。はい、はい、じゃあ今日は以上で。ありがとうございました。ありがとうございました。教えていただいて。楽しかったです。楽しかったです。いや、こちらこそありがとうございました。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 じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。